時を経て笑いにしましょう。そう言って涙が出るほど笑い合う彼らに、きっとどんなに環境が変わったとしても、この友情は続いていくのだろうと心が温かくなった。キング&プリンスの永瀬角がパーソナリティを務めるラジオ、キング&プリンス、永瀬角のラジオガーデン、文化放送では、8月23日、30日放送回に橋山と岸優太がゲスト出演。その変わらぬ仲の良さに、多くのファンが希望をもらうオンエアとなった。ファンの間では、ニワラジの愛称で親しまれている同番組は、キング&プリンスメンバーとしては初の冠番組であり、唯一のレギュラーラジオだ。今年5月22日をもって、平野紫耀、神宮寺勇太、岸がグループを脱退することが発表された直後、昨年11月10日放送回では、永瀬が涙で声を詰まらせながら本音が語られたこともあった。仕事が、楽しければ楽しいほど、辛かった。特に発表するまでは、どんな顔してライブとかしていいかわからんかったしと語り、いかに苦しい決断だったかが伝わってきた。そして、いざファンに発表すると、その反応を直視することができないほど心を痛めていたということも。また共にデビューし、2021年3月に脱退した岩橋元気の存在にも触れ、元気がいて、紫テルがいて、ジンがいて、岸さんがいるキング&プリンスが、ファンの人もそうやけど、好きやったから、来年5周年を迎えるけど、5、6、7、8、9、10年。ずっとくだらんことをして、笑って、そういう姿をみんなに見てもらって、いつまで経っても、バカだな、ガキだなとか思われながら、このまま活動していくんやろうなと思ったからと続け、二人でやることに意味があるのかなって思うことがあったと、橋とキング&プリンスの名前を残していくことへの不安もにじませていた。その後、平野と神宮寺が脱退と同時にジャニーズ事務所を卒業。岸は今年9月30日まで事務所には所属しているとはいえ、永瀬と橋の二人体制で走り出したキング&プリンスとの絡みはほぼなく、寂しい気持ちになっていたところでの今回のラジオ共演に、ファンは大歓喜。そんな粋な展開を予想もしていなかったのは、ファンだけではないようで、永瀬が橋と岸にドッキリとも言えるサプライズを仕掛ける様子もまた微笑ましい限りだった。永瀬は、23日放送回の冒頭で橋をゲストとして招き入れたかと思いきや、腹痛を訴えて収録中にトイレへ向かってしまう。その場をいきなり任された橋は、嘘の道路交通情報など、必死に、ラジオパーソナリティっぽいことを話して繋ごうと奮闘するのだが、無理よ、と白旗を上げるのだった。すると、永瀬が岸を伴ってやってきたものだから、待って、どういうこと？と半分パニック状態に。さらに、連れてこられた岸にも橋がいることを知らせておらず、回ってる？とテンパり気味。そこで、永瀬が、もう一人ゲストを呼んでしまいました。岸優太くんです。と種明かしをするという流れだった。もちろん永瀬が腹痛でラジオブースを後にしたのも、このサプライズを成功させるための作戦。見事に成功したこと、そして数ヶ月ぶりとなる再会に、永瀬の声が弾んでいるのが何よりもリスナーの笑顔を誘った。キンプリの中でサプライズ苦手な二人だからね、笑いという橋の言葉にも、改めて二人がキング&プリンスの名前を残した意味があったのだと感じずにはいられなかった。この場所がなくなってしまっては、きっと今回の再会もなかったはず。お互いに出演した番組をチェックした報告をし、あったり、岸がソロの現場でメイク中に、キング&プリンスが二人体制になって初のシングル、何者を口ずさんでいる、なんていう話で盛り上がる三人。活動は共にすることがなくなっても、どこかで繋がり続けている。そう思える関係性が確かにあることを実感させた。とはいえ、忙しい日々を過ごしているからこそ、なかなか進まない話もあるという。それは、岸くんも、角も、紫テルも、ジンも、みんななんか連絡を取るたびに、買わなきゃねって言ってくれるんだけど、動かないね、君たちって。動かないグループだよねとは、橋の誕生日プレゼントのことだ。ちなみに、橋の誕生日は4月3日というから、なかなかのマイペース、ぶり。だが、さらに上には上がいるという話も。昨年9月29日の誕生日に、メンバーがオーダーしたという騎士の誕生日プレゼントの自転車についてはまだ届いておらず、ちょこちょこ問い合わせをしていると騎士。
その誕生日から間もなく1年が経とうとしているから驚きだ。また5人でご飯に、という話も、4月からずっとスケジュールの調整に苦戦している様子。仕切り役を買って出た岸に永瀬が、大丈夫なの？任せちゃって全部。スケジュールとかお店の場所とか、お会計とかもとボケると、すかさず岸が、お会計はおかしいだろ。と突っ込みを入れる場面も、この岸の天使かぶりを生かした笑いも懐かしい感覚だ。実は岸、昨年に自らの誕生日にもかかわらず、ノリで参加した5人でのじゃんけんで負けてしまい、笑えない、額を支払いしたという過去があるそう。また、その二次会のカラオケルームで深酒をした橋が寝てしまい、4人が置いて帰ってしまったなんていうエピソードも、橋が乗れるようにとタクシーの手配はしてくれたとはいえ、こちらもなかなかの遠慮のなさだ。しかも、平野に至っては酒を飲まずに酔っていなかった状態だったというから、シラフのテンションで俺を置いて帰るの、怖くない、笑い、とドエス、ぶりを再確認して笑い合うのだった。でも時が経ったら、こうやって笑えるからねと岸。そして橋も、時を経て、笑いにしましょう、と続ける。その言葉は、振り返って笑える、その時まで一緒にいる姿が想像できるからこそ、言えることかもしれない。まだまだ予定が立たないという、すでに事務所を退所している平野、神宮寺を含めた5人でのご飯については、橋が、今年中でいいと収めていたので、またこの番組で永瀬が、こんなことがあったと教えてくれる日が来ることだろう。さらに時が経てば、今はまだ語られていない、もっといろんな笑い話が出てくるかもしれない。その時には、もしかしたら5人が、いや6人が勢ぞろいなんていう風景も叶うかもしれない。そんな笑顔あふれる時間がやってくることを心待ちにしながら、それぞれの道で活躍しつつ繋がり続けるキング&プリンスに引き続き注目していきたい。